夜作って、あ、違う、夜仕込んで朝食べる。皆さんこんばんは。夜作って、あ、違う、夜仕込んで朝食べる。皆さんこんばんは。今日は今12時ちょっと前です。今帰ってきたんですけども、明日の朝食べるパンがないので早速作っていきたいと思います。レシピは強力粉 280g、 無塩バター 21g、 きび砂糖 14g、 塩 3.4g、 3.5g ぐらいですね。牛乳 185g、 水 45g、 蜂蜜 28g、 イースト 3.5 にしようかな、3.5 にします。ので、よろしくお願いします。本当は今3個作ろうかなと思ったんですけども、イーストがね多分1個分しかない。イースト買ってきます、すいません。いつも失敗するんですけども、朝できるようにするためにはイーストをですね、水に浸からないようにしておかなきゃないのに、また順番変えればいいんでね、これね、牛乳を一番最初に入れてということでね、蜂蜜 28g、 イーストを発注しておきます。ということで、明日の朝また皆さんお会いしましょう。よろしくお願いします。おやすみなさい。出来上がりは明日の朝7時です。皆さんおはようございます。できました。でまあいつものパンなんですけど、ね、それでは食べていくべー。ちょっと寝坊しちゃって、できたら7時、もうね本当に目覚めたら7時7分でした。やっぱ今さえ焼けたばっかりはちょっと、 いつもながら、あちちちいい出来ですね。夜仕込んで朝食べる、7時出来上がりでした。眠い。